ここからは言言えば言うほどです、はい、さあということでありましてね残念なそのニュースでありましたけれども、はい、本当はねこういうことで時間を取るよりも、うん、日本の国の行方といいますかね はいえー、これからどうなっていくのかということについて、はい、本当は時間を割こっちのほうが大事じゃないかという人もね、動物基礎天ぷらさんから頂い,いております公明党の支持母体である創価学会が、憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使に懸念を示したことについて、自民党の石破幹事長は。 公明党の判断に全く主体性がなくなり、支持母体の言うままだということもないでしょうと、まあ、公明党との協議に大きな影響はないという見方を示しました。あ全然大きいことじゃないですよというと、僕はなんか大きいことじゃない。ま、<laughs> 支持母体があかんと言ってるわけです <laughs>。組織としては違う、まあ。たとえ支持母体であっても組織として違うので、はい、その影響はないだろうというようなことの趣旨ですか、はい、うん、発言されたり。 もちろん政教分離ということもあるでしょうけれどもね、この石破さんはそういうことまあです。も石破さんがそういうコメントを、このことに関して知ってるってこと自体に、やっぱり影響力は大きい内容のは分かりますよね。公明党の井上幹事長は、コメントしないと言及を避けた上で、ええ、今後の与野党協議について、具体的、現実的な事例に即して検討すべきと語りました。集団的自衛権をめぐる与党間の正式な協議は20日から始まりまりすすが目指す方向 不公正の隔たりがすでに鮮明で、えー、調整は難航しそうです与野党間の調整もいいけれど本来は 国民の合意が必要なことだとだ思います国民を置いての議論は認められるものではないと思います。ということで昨今この新聞なんかはねこの辺りのところがバーンと一面のこう見出しにもなったりするコメントだと思いますがね,ううすね石保さんここのところの発言いろいろこうね、うん、あの話題とかニュースとかなってますあと多国籍部なんかも将来的には別に入ってい。 可能性だってあるみたいなことも、ちょっと言ったりなんかもしてるんでしょね<え>うね、ん、あそんな時に公明党はどうするんだろうということですよね、はい、港の知恵さんからも頂い,いておりますけれども、会見え、解釈会見に反対というのが共同通信の世論調査で過半数を占めました、賛成は30.0%、反対は48.1%ということ。だいたいた えー、10%ぐらいの差が空いてます。この結果を政府自民安倍ちゃんはどう見るんでしょうかそういう中で自民党石破幹事長はテレビ番組で何年か経って国民の意識が変わった時国連軍や多国籍軍に対して日本だけが参加しないというのは変わるかもしれないというのは先今小高さんがね言ったこと、はいうん、と述べました。どういうことですか 日本が戦死者何人とか負傷者何人とかというニュースが出るということでしょうか、日本人はもっと怒らないといけないと思います。 桜丸さん、僕が憲法9条を知ったのは中学生の頃だったと思います。その時先生に平和憲法は素晴らしい憲法だと言われました。僕もそう思ったんですが、先生は自衛隊は軍隊なのかどうなのかとも言いました。僕は自衛隊は軍隊だと思ったし、平和憲法を建て前にしかできない日本がダサいと思いました。 憲法9条を本当に素晴らしいものにしたいのなら、日本人は覚悟しなければならないのではないでしょうか。日本は外国の領土を攻撃できる武力を放棄して、国土攻撃されるまで、えー、武力を使わない。当然、国民の血は流れますが、それでも戦争しない覚悟を世界に示すべきです。 そんな覚悟はできないなら、救助を廃止して、戦争する覚悟をすべきです。どこの国の国民にも根底には国を守るための戦争の覚悟を持っていると思います。その上に戦争をしない努力があるのではないでしょうか。だから戦争を放棄すると言い切る日本の憲法救助を素晴らしいという外国人がいると思います。でも現実は僕が憲法救助を知った三十数年前と変わらず、戦争をする覚悟も地も 血を流ししててででもも戦争なないいい、うん、覚悟も持っていないままです何も覚悟してこなかったから今のような小難しい問題になると思いますということ、うん、いろんなご意見がある中のこの方もこういう方です、はい、素晴らしいですよ、はい、でも現実どうだろうというところ得してないじゃないですかはい、はい、でそれでもまあ救助を守るということもいい いいけれども、うん、それには覚悟がいるぞと、うん、それから軍隊持つことに関しても軍隊持っていろいろね、はいえー、安倍さんが言うようないろんなまか可能性を秘めた、はい、それにも覚悟がいるぞと。はい覚 はどっちもできていますかとまこういうことですね、はい、三重のパットバケンさん集団的自衛権の使用の問題で反対が賛成を上回りましたまあ、当然といえば当然なんですが安倍総理の言い分はわかるんです強盗が目の前に銃を突きつけられていてそれでも手を挙げて待っているのかこのままなら一家皆殺しになる状況なら誰でも戦うでしょうということです確かに攻めてこられても本来なら手を出したらダメなところ防衛ならという という解釈で自衛隊があるのも違憲、えー、状態ではあると思いますが、まあ、今度ノーベル平和賞に日本国民全部がノミネートして受理されている憲法9条ですからこのままにしてお いいてほしいですただ文句を言いまくってますがそういう政府を選んだのは国民なんだということを自覚してほしいと思います、まあ、自衛権というのは認められてはい、今のね、はい、憲法下の中でも認められてはいますけども、ね、まあでも今回その新しくその集団的自衛権というものをどう捉えるかというところで、うん、個別と集団からしたら個別に関してはもうちゃんと認められていることであります。はいはい、集団的とというところで今、はい 揉めていこれをだからその憲法に照らし合わせるのか、解釈として、なのかってことですよね。困った母さん、いろいろいろな調査が出ております、安倍首相は国の代表の私が決める的なことを言っています、だったら国の代表は国民で直接選挙で決めさせてほしいというか。 決めさせろです。会見せずに国の代表である首相が決めるのであれば首相が変わるたびに主に主張が変わり集団的自衛権解釈もコロコロ変わるということです。おかしくないですか自衛隊元幹部の方が安倍首相の発言を聞いていると一番影響のある自衛隊員のことを考えていないと思える発言と言っておりました。まあその通りだと思います。自分がやりたいから発言しているとしか思えませんという 自衛隊運動に関してはまたこのあとずっとお便りが続いたり今日澤君も言ってましたうちの番組でもやりましたが東京を取る時に賛成反対というのは選択肢の作り方によって随分数字は違ってくるぞというのを澤君も言ってましたしいろんな意見があるのでどれが正しいとか運っというのはこれからいろんな議論もあるんでしょうけどやっぱこの問題に関してはすごくこの週末からここにかけてい。 その、まあ、前に進んだのか、後ろに行ったのか、横にはみ出したのか分かりませんけど、すごく大きく動いて、ここから日本ってどっちに行くんだろうっていうのの、本当にターニングポイントみたいな部分も出てきてるのかなという感じで、ねはい、そんなときに飛鳥が捕まるもんやから、時間がですね、うんはい、そっちのほうに取れなくなってしまうという罪の大きさも飛鳥にはね、はい、あるような気がしますけれどもね。はい